こんにちは、戸田悟です。今回はね、こちらなんですよ。ちょっとパッケージ見にくいかもしれませんが、ブークスノートエア2というですね、まあ 10.3 インチのインクを搭載した、まあ、電子メモといったらいいですよね。新モデルが登場したので紹介します。ブークスのモデルはですね、たまにご紹介してるんですけれども、だんだん世代がやっぱり上がるとですね、反応も良くなりますし、完成度高まってますよね。とにかくノート、手書きのノートをデジタルで撮りたい方にはおすすめの製品ですよ。ぜひご覧ください。はい、では今回はこちら電子ペーパーを利用した e インクですね。電子ペーパー e インクとも言いますけれども、今回はこの e インクを利用した手書きノートデバイスですね。ブークスノートエア2を紹介したいと思います。ディスプレイのサイズは 10.3 インチなんですが、まあ、ご覧いただいているように幅が広いというか、こう正方形に近いので、かなり面積的には大きく感じると思います。こう手書きのですね、こういった デジタルノートと言っていいのかな、デバイスの中では比較的大きめな方だというふうに思います。中に入っているのはこの専用のペンとですね、それからケーブル、タイプ C、タイプ A ケーブルが付属しています。はい、で気になる価格はですね、63,800円ですね。まあ安くはありませんが、電子ペーパーを採用したデバイスって結構みんな高いんですよ。よくこの手のデバイス取り上げると iPad でいいじゃんっていうコメントをたくさんいただくんですが、そうなんです。つまり7割8割のユーザーは iPad があればこれいらないんですよ。ただ残り2割3割のユーザーはむちゃくちゃ欲しいんですよ。実は僕もそうなんですけど、まあ、最大の違いはですね、紙に書くように書ける、で紙で見るように読めるっていうのが最大の違いなんですね。でちょっとですね、今ですねこれ iPad に、まあ、iPad の標準メモですね、手書きのメモを書きました。で見ていただくと分かるように、 iPad ってバックライトがついてこう表示してるじゃないですか。バックライト暗くするともうほぼ見えないですよね。はい、これはもうそういうものなんですね。でところがこちらはですね、電子ペーパーは真っ暗でも反射光で見えるんですよ。つまり紙と一緒なんです。なので、まあ、どこまでその、まあ、気分の問題もありますけれども、まず見やすい、それから目に優しい、疲れないですね。あと書きやすいっていうのもあるんですね。その辺も合わせて紹介していきます。はい、で今これ背面なんですけど、まあ見ていただくと分かるように、こう金属なんですよね。で非常にこう質感が良くて、これタイプ C ポートなんですけど、タイプ C ポートの幅がもうギリギリぐらいの本体は薄さですね。でオレンジ色のラインが入ってます。これは塗装だけではなくて質感が違うので、多分これアンテナなんでしょうね、金属ボディなんで、という形ですね。で正面を見ても、まあ、こんな形で縁が比較的細いですよね。で横は手で持ちやすいようになっています。これはこういう設計だと思います。はい、で電源ボタンがついていると。でタイプ C と。でですね、専用のペンがこちらですね。これは付属するんですけれども、ここに本体と同じオレンジ色のデザインで何かマークが書いてあるんですが、同じマークあるんですね。でここにこうペットつけられると、でこうやって持ち歩けるというのが、まあ、特徴の一つです。はい、でこの電子ペーパーは液晶と違ってバックライトないんですね。ただしフロントライトという形で、まあ、明るさとそれから色合いの調整が可能です。はい、今これでだいぶ明るくなったと思います。はい、でこれで暗くなりました。普段は真っ暗でもいいと思います。明るい時は、暗い部屋で描く時にはやっぱり、こうやってライトをつけた方が描きやすいと思います。でさらに色合いをこのように暖色系に調整できますから、部屋の明かりがですね、暖色の場合は、まあ、暖色系にこう調整してあげると、まあ実は白く見えるという形になります。はい、それではですね、新しいノートを作ってちょっと文字を書いてみましょう。ちょっとレスポンスなども見ていただければいいんですが、 iPad と比べるとぶっちゃけレスポンスは悪い、そういうものです。画面書き換えるのでね。でこんな形で、ただ iPad とかに比べると書き味はむちゃくちゃいいんですよ。本当に紙の上に、まあ、ボールペンとか細いサインペンで書いてるような感じで書けます。全然もう電子に書いてるって感じしないですよね。デジタルで書いてるって感じはしないです。ただ消す時はちょっとなんかこうデジタルっぽいというか、なんか遅れが感じられますよね。やっぱりこれ画面を書き換えるのでちょっとこう遅れてしまうんですね。でも非常に書きやすく、かつこれですね、カラーはもちろん使えないんです。モノクロなんですが、薄い、ちょっと薄めの色もこう選べるので、例えばちょっと今見づらいと思うんですけど、はい、こんな薄めの色を選んだり、それからもう濃い色でラインマーカーみたいにして、はい、太さを、はい、こうやってですね、ラインマーカーで線を引くこともできます。でこの線は、はい、普通の濃いペンにすると この線はこう被ってくるんですよね。はい、このように上にこう重ねた感じで描くこともできます。モノクロ、いわゆるグレースケールですけれども、モノクロとしてはとても描きやすいですね。で例えば
こんな形で線を直線を引くと、はい、直線を引くこともできますし、これで例えば丸、はい、こんな形で丸を描いたりということもできます。はい、ちょっと一回消しますね。はい、でテキストの入力も可能なんですけれども、はい、これはですね、今 G ボード、 Google の G ボードの、はい、手書き認識を使ってます。でここにちょっとレスポンスが悪いんですが、はい、こんな形でちゃんと文字認識しました。これ結構便利なんで、 G ボードもちろん無料で使えますから。これ実はですね、これちょっと話遅れましたが、 Books って Android なんですよ。 OS が Android が入ってるのでこういったアプリが使えるわけです。こちらはですね、まあ、以前レビューもしましたが、僕が使っているスーパーノートなんですけれども、でこちらとちょっと筆記の感じを比べてみますね。まあ甲乙つけがたいというか、どちらも綺麗に書けます。とっても綺麗に書けます。はい、はい、でまあもう一つの特徴なんですが、今これ 99% になってますが、 iPad などの液晶タイプに比べるとバッテリーむちゃくちゃ持ちます。やっぱり消費電力が少ないからなんですよね。なので1週間ぐらい充電しないでもノートガンガン書けます。僕取材とかでかなりヘビーに使っても3日4日は持つと思います。で、まあ先ほど申し上げましたけど、 Android を搭載してるっていうところでアプリ使えるんですよ。今これいろいろアプリ出てますけれども、で Kindle が使えるっていうのが一つ嬉しいところで、はい、電子ブックリーダーとして読めるんですね。これ今ちょっと人間失格開いてますけれども、こんな感じで書き換えとかどうですか皆さん。まあまあですよね。 Kindle と比べてもまあ遜色ないぐらいの、表示ができます。自動回転に対応してまして、こうやってですね、はい、横でも読めるんですよ。だから横の場合は文字サイズをですねちょっとカスタマイズしてあげて、はい、コンパクトにしてあげると。でこうするとですね、もう目のいい方は文庫本新書ぐらいを見開きで読んでるイメージで、読むことができます。でもちろん、いやもっと字が大きい方がいいよっていう方は、はい、字を大きくすることもできます。こんな風に大きくすることもできますし、フォントを、調整することも可能です。今ちょっと太くなったの分かりましたかね。はい、この明朝で、はい、こうやって字を大きくすることも可能です。明朝だと分かりやすいですね。これでゴシックに変えるということもできます。で結構ですね、面白い機能いろいろありまして、まずですねここに僕の名前を入力しました。これをですね文字認識できるんですよね。はい、ちょっと位置ずれましたけど、かなりの精度で認識できます。ちょっと他の言葉もやってみましょうか。僕の名前ばっかりじゃ面白くない。はい、じゃあ一回これを消して、ちょっと撮影してて角度的に入力しづらい、書きづらい。はい、でこれで認識させてみますね。はい、東京都オタク、ちょっとずれましたけどね。はい、結構楽しく文字認識ができます。はい、でさらにちょっと違うノートでやりますかね。はい、新しいノートを作りますか。ここで音声入力というか録音ができるんですよ。録音録音録音のテスト中、録音のテスト中、音声メモが取れますか。はい、でこれで保存します。はい、でここにあるのでこれをタップすると、録音録音録音のテスト中、録音のテスト中、音声メモが取れますか。はい、これ録音できるので、例えば会議なんかで録音しながらメモを書いていくということも可能になってます。かなりこうタブレットのノートアプリに近い機能搭載してますね。でさっき書き味の話したんですが、これよく見るとですね、これ表面にフィルムが貼ってありまして、ペンも新しく設計されていて、フィルムもよりこの紙に近い感じのフィルムになっているので、まあこんなですね快適な書き味が得られるわけです。で日常的に持ち歩くのに気になる重量も最後にちょっと測ってみますが、キッチンスケールの計測で 436g と、まあ、ちょっと重いですね。金属ボディで高級感があるので致し方ないと思いますけれども、まあ、若干重めになっています。はい、はい、ということで Books Note Air 2をご紹介してきました。まあ最後に点数をつけたいんですけれども、はっきり言ってですね結構ライバル多いんですよね。クアデルノなんかもありますしね。ということで、まあさっき紹介したスーパーノートなどもありますし、まあ、デザイン非常にかっこよくて、レスポンスも良くて、画面も明るい、
書き味も良いんですけれども、まあ、ライバルも多いことを考えるとちょっと価格がですね高いかなという気がします。まあ、6万3000はちょっと高いですね。4キュッパぐらいだとかなりいいなという感じがするんですけれども、ということで今回の点数はですね63点ということにしたいと思います。以上、ブークスの新しいモデル紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。